信濃町にあるこちらの農産物直売所には大小それから色もさまざまなかぼちゃがずらりと並んでいます。なんとかぼちゃだけで15種類近くあります。長野市街地から車で40分ほどにある道の駅信濃。直売所には栗やさつまいもなど秋の食材が並びますが、中でも面積を占めているのがかぼちゃです。可愛らしい手乗りサイズの飾りかぼちゃ、こちらはラグビーボールのような形をしたロロン。長さ50センチ以上ある長い品種など珍しいかぼちゃが目白押しです。大きいですねこちら。はい、そうですね。これはどういうかぼちゃなんですか？こちらは飾りかぼちゃになりますね。はい、あのハロウィンが近いのでこちら飾らせていただいて置かせていただいております。重さは10キロ近く。ここ数年でハロウィン文化が浸透し需要が伸びているといいます。昔に比べるとだいぶ品種は増えておりますね。新しいあのかぼちゃ品種ですかねが出た時にちょっと作ってみようっていうチャレンジ精神の多い農家さんが多いので、それでだいぶ品種が多くなっているような気はしますね。見るもよし食べるもよしのかぼちゃ、実は別名若返りのビタミンと言われているって知っていますか？かぼちゃには多くの栄養素が含まれているんですが、大きく3つの特徴があると思います。1つはカリウムが多い、2つ目に食物繊維が多い、3つ目にビタミンが豊富というような、ね、特徴があります。むくみ予防や美肌にも効果が期待できるといいます。ビタミンの A とか E は脂溶性ビタミンって言いましてね、油によく溶けるんですね。ということで油料理にする、または油のと一緒に摂るというようなことによって、吸収率が高まりますので、かぼちゃ天ぷらにしたりとかサラダにしてマヨネーズをかけるとかっていうような料理があるかと思うんですけど、そういうものというのは理にかなってるなというふうに思います。朝晩と日中の寒暖差が大きく乾燥した気候の信濃町は西洋かぼちゃが美味しく育つ条件にぴったりだといいます。去年も買ったよ。はい、買いました。美味しかったですよね。やっぱり新鮮だし 割安感もあるんですかね。お得な感じします。一つじゃなくていくつかになりそうこちらの夫婦は6個お買い上げです。ハロウィンも近いのでちょっと子供が喜びそうなのが作れたらいいかなと思って。これは何にされますか？飾るか、なんかくり抜いて、グラタン、グラタンみたいにする。そうですね。道の駅のスタッフ伊藤さんが選ぶこの時期のおすすめは、はい、3つございまして、とっておき、雪化粧、伯爵という越冬かぼちゃと呼ばれるタイプのあのかぼちゃになるんですけども、日持ちが長くてですね、収穫してからもう3ヶ月ぐらいは十分持ちます。ホクホクした食感と甘みが特徴の越冬かぼちゃ、煮物やオーブンで焼いて食べるのがおすすめだそうです。隣接する食堂展望では期間限定でかぼちゃソフトクリームを提供しています。濃厚な味わいが特徴の品種バターナッツを煮たもの、焼いたもの、ソースにしたものをトッピングしたかぼちゃ尽くしの一品です。いただきます。おいしい、甘い。バターナッツかぼちゃ、やっぱり糖度が高いですね。煮たかぼちゃはやっぱりちょっとこう
ほっくり感があって、焼いたかぼちゃは香ばしくシャキシャキしてます。今月中は食事メニューを注文するとかぼちゃ料理が無料で一つついてくるおまけサービスも。この日はバターナッツの天ぷらです。カツ丼にあれかぼちゃがいると思ってかぼちゃ好きなんで嬉しかったです。美味しいです美味しいです。甘くてとってもサクサクしてます。いいですよね、この旬のものがいただけるっていうのは。その日によって煮付けやスープなど入荷した品種に合わせたメニューを出しています。わあ、道の駅に出荷する佐藤春幸さんの家には大量のかぼちゃが積まれていました。かぼちゃの出来は今年はいいですね。中がやっぱり完熟してますんでねっとりして、形も今年すごくいいです。今年は当たり年です。猛暑と雨の少なさの影響で日焼けには悩まされましたが、甘く育ちました。今最盛期を迎えていらっしゃるのがとっておきです。とっておき、はい、名前もいいですよね。そうです、とっておきかぼちゃ。中はすごく黄色く真っ黄色になってますので、柔らかくてすごくねっとりして美味しいです。佐藤さんおすすめの調理法はスープやタルト。甘さを生かして砂糖など甘味料が少なくて済むそうです。美味しいかぼちゃの見極め方っていうのは見極め方ですか、はい、まあ、このとっておきに関しては一応このヘタのところがやっぱりこう丸みを帯びてへこんでいるのがいいですね。かぼちゃはやっぱり大きい方が美味しいです。信濃町といえばもろこし街道がにぎわうトウモロコシが有名ですが、かぼちゃの栽培も盛んだったそうです。昔からどうしても冬は雪の中で閉ざされますので、冬の食べ物がないので、その貯蔵食品としてかぼちゃはやっぱり大いに作られていてですね、本当に米と並ぶぐらいな主食になっていると思いますよ。新しい品種がどんどん栽培されるようになり、楽しみ方の幅も広がりました。トマトとやっぱりトウモロコシが一番の信濃町の産なんですけども、やっぱりかぼちゃもですね、それに続くぐらいなやっぱり人気になってますね。道の駅信濃には3月頃までかぼちゃが並びます。